皆さんどうも、魚太郎です。今日は最強のシュートを教えます。やっぱなんだかんだ最強のシュートってこれなんですよね。ハーランドのようなズドンっていう弾丸シュート。こんなシュート打たれたらキーパーはたまったもんじゃないですよね。そうなんです、たまったもんじゃないんですよ。僕みたいに12年間サッカーの練習もトレーニングもしてないね、おっさんでもこれぐらいの弾丸シュート打てるんで、現役の皆さんならもっと強いのが打てるはずです。僕の解説動画昔から見てる人だったら体の使い方とかね、ある程度分かってると思うんですけど、やっぱね、弾丸シュートも体の使い方が大事なんですよね。じゃあそれではやっていきましょう。まず最初に、足の当てる部分はこの甲の部分です。インステップってところですね。このインステップの部分をしっかりとボールに向けてください。インステップの面が上に向いてしまうと、当てに行った際インフロントに入ってしまって、ボールが上にポーンと飛んでってしまいます。必ずインステップの面を向けるようにしてください。その際足の角度を斜めにすることです。強いボールを蹴る上で、ポイントなのは必ずこのボールの中心軸を捉えなければいけないということです。足を縦にしてしまった場合、この中心軸にピンポイントに当てなければ強いのが蹴れないんですね。わずかにずれるだけでも、ミスキックになってしまいます。足を斜めにすることによって必ずこの中心軸を交えながら捉えることができるというわけです。斜めにして足の甲をボールに向ける、これが重要です。さあ足の当てる場所、ボールの捉え方が分かったら次の説明です。過去の動画でもご説明したんですが、例えばロングスローを飛ばすときに、人間って上半身をこう上に後ろに反りながらこの反動で遠くに投げますよね。キックもほぼ同じなんです。キックはスローインほどね、こうやってぐーっと反らないですけど、この姿勢を保ちながら蹴る瞬間にこの上半身の反動でボールを強く蹴っていきます。その際、右足で蹴る人の場合は左の肩をこう開きながら、この蹴る瞬間にこの肩を内側にグッと持ってくる感じですね。そして上半身、ここからが重要です。サッカーをする上で、まあ、ドリブルでもキックでもすごく重要な、部分があるんですね。それはどこか、腹筋なんですよ。ここが弱いと、ドリブルもブレブレになっちゃうし、キックも強いのが蹴れないんです。このグッと反動で蹴った時にお腹にしっかりと力を入れてください。僕はね、意識してグッと入れて蹴ってるかっていうとそうではないんですけど、蹴った瞬間はここがもうガチガチに固まってます。多分メイウェザーのパンチでも耐えれるかもしれませんね。まあそんな冗談はさておき、もうそれぐらい力が入ってるってことですね。なので最初のうちはもうお腹に力入れることをイメージしながら蹴ってみてください。反動を使った瞬間にグッと固めてボールを蹴る、ここを固めてあげるっていうのが大事です。これも過去の動画で何度も説明していることなんですが、脱力することです。ムチとバットの法則ですね。ムチというのはしなやか、すなわち脱力した状態を作って体をしなやかにしておく。そしてこのインパクトの瞬間にグッと固めてバットの状態を作り出す。そうすることによってスピードとパワー両方を得たキックができるっていうね、お話何度もしてるんですけども、これすごく大事です。特にこのね、振り上げの時にうまく蹴れない、強いの蹴れないっていう人はこう大振りになっちゃってるんですよね。できればコンパクトにしてください。コンパクトにすることでこの反動をより生かすことができます。こういう風に蹴るのではなくて、こういうコンパクトにして無知のしなった反動でボールを捉えに行くって感じです。でね、当たる瞬間に足首とこのふくらはぎかな、うん、足首とふくらはぎをグッと固める。そして腹筋も固めることを忘れないでください。脱力して蹴る、なるべくね、助走に頼らないようにしてください。助走ももちろん必要なんですけれども、大事なのはそのムチとバットの法則です。なるべくね、助走に頼らないで、ムチの状態、脱力からバット、力抜いて脱力脱力
ポン、ストーンっていきますよね。これがコツです。あとなんで大振りになると良くないかっていうと、このボールの位置から足を振り上げた位置の距離が離れれば離れるほど、狙いたいポイントを捉えづらくなってしまうんですよね。ここを捉えたいと思っててもこの距離が長いがゆえにずれてしまう。なのでコンパクトにして的確に、中心軸を捉えてあげるっていうのが、結構重要ですね。ね、足の当てる部分、ボールの捉え方、ムチとバットの法則、ね、なるべく助走には頼らないと、的確にボールをコンパクトに捉えてあげる、それらが分かったら次は、しっかりとね体重を前に乗せましょう。これ重要です。スレイブショットっていう蹴り方はね、こういう風に止めて蹴りましたけど、もう単純な弾丸シュートは体重を前に乗せましょう。そうすればより強いのが蹴れるはずです。ぜひみんなもパワーランドシュートをマスターしてください。最後に一つだけ、弾丸シュートっていうのはね、強いシュートですね、まあ、威力はもちろんあるんですけれども精度に欠けるんですよ。逆に精度の高いシュートっていうのは、威力に欠けてしまう。その辺は、試合中に距離を見てここは威力が必要だなって思った時は強いシュート、ここはね威力が必要ない、確実にコースを狙っていった時はコントロールシュートっていった感じで、うまい具合に使い分けてください。闇雲にバーンってね打っちゃうと外すことがあるんで気をつけてください。といった感じで今日の解説動画も、これで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。皆さん、じゃあ次の動画でまた会いましょう。バイバイ。